はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2021年2月の6日土曜日でございます。週末を迎えております。今日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。昨夜のねニューヨークマーケット、そして仮想通貨市場大変にぎわっております。大きく上昇してきております。今日もですね、様々なニュースが出ておりますので、それを解説しながら、マーケットの模様をですね、お届けしていきたいと思います。まずですね、昨夜のニューヨーク株式市場ですけれども、5日続伸して取引を終えました。1148ドル24セントということですね。5日はアメリカのバイデン政権が実現を目指しています追加経済対策の期待感が相場を支えました。また前の日にジョンソン&ジョンソンが今回のパンデミックのための緊急使用許可を得た、ワクチンですね、アメリカ当局に申請をしたことが公開されました。結局ダウ50種株平均は30種平均は前日の終値より92ドル38セント高い3万1148ドル24セントで取引を終えました。またハイテク株主体のナスダック総合指数も78.55ポイント上げまして 13,856ドル30セントと最高値を2日連続更新しました。ハイテク株の、ね、ナスダックは最高値を更新ということですね。個別の、ね、銘柄ね見ていきたいと思うんですけれども、個別の銘柄ですね、 Google ですね、決算の数字が大変良かった Google、 広告収入上がっておりまして48ドル高で2100ドルですね、 Google 2100ドルで取引を終えました。いやーすごい足場固めてますね。はあ、で Amazon ですね、 Amazon は17ドル上げましたね。これもアマゾンもねすごい決算の数字良かったんですよね。売上が 40% を超える売上ということですね。あれだけの大企業がどうもない売上の数字を出しているのがアマゾンですね。17ドル上げました。3346ドルということですね。アマゾン、グーグルね強いですね。そしてアップルはですね若干下げましたね。1ドル下げまして136ドルということですね。アップルがまた自動車をですね、提携する会社をね、アップルが自動車を作るということで提携する会社を韓国や日本でね、まあ、そこがね日本の場合どこの会社になるかというところで、期待感のある日産自動車などがマツダなどがね昨日のね東京株式市場ではね大きく上げました。まあ、アップルとね業務提携となるということとなるとですね、日本の自動車メーカーにとってはすごい追い風ですよね。製造業とね IT 業界のね融合ということでどんなイノベーションを起こすかね楽しみなんですけどもね、まあ、そのアップルですけど、昨日はね若干下げました。1ドルですね、136ドルということですね。Facebook もですね、ほぼ横ばいですけど 0.11ドル下げまして266ドルということですね。でね、大きく上げてきたのがですね Zoom ですね。巣ごもり銘柄の、ね、筆頭と言われるズーム 7.68% 上げまして29ドル高419ドル、ズームね400ドル乗っけてきましたね。マイクロソフトは小幅に上げました。 0.1 ドル高242ドルということですね。テスラ自動車も2ドル上げまして852ドルということですね。ネットフリックスは若干下げましたね。2ドル安350ドルということです。はい。で最近話題の、ね、ゲームストップですけども、ゲームストップ上げましたね。12ドル上げまして 24% 高ということで66ドルですね。はい、ゲームストップですね。どういう動きになるかね、ロビンフッターたちの、ね、動きに注目していきたいと思います。でですね、為替ですけども、為替の方がですね、105円と390円ということで、昨日ですね、ニューヨークの方では雇用統計の発表がありました。雇用統計の数字を受けてですね、為替が、
まあ、期待感で、ね、ずっと上がっていたので、ドル高になっておりましたので、まあ、それで、ね、雇用統計の数字が、まあ、4.9 万人増と2ヶ月ぶりにプラスになったんですけれども、市場予想値よりは、ね、今届かなかったということでドルは安くなっておりますね。現在ですね、ドルが為替がですね、ドル円が105円と390円ということで、多少の、ね、円高になっております。でユーロ円ですけども、ユーロ円は現在126円台ということですね。127円目前まで迫ってきましたね。ユーロが高くなってます。で5ドル円は80円と87銭ということですね。5ドル円、オーストラリアドル円ですけど80円台を、ね、キープしております。じゃあね、仮想通貨のを見ていきたいと思うんですけど、仮想通貨ですね、現在時刻が16時18分なんですけども、ビットコインですね、414万3000円ということね、410万円台に乗ってきました。いよいよまた史上最高値を狙えるかというね、位置まで来ております。ビットコイン強いですね。でイーサリアムがですね、17万6000円ということですね。18万円をね切った価格ですけども、まあ、ここまで、ね、大きく上げておりますので、ね、伸び率がすごい高いですからね、イーサリアムですね。で個人、日本人の、ね、個人投資家が大好きなリップルですけども、46円ということですね、リップル。はい、でネムは29円ということですね、まあ、30円前後で、ね、推移しているということですね。ビットコインキャッシュが上げてきましたね。5万円台に乗ってきました。5万743円ということですね。11% の、ね、上げということで、ビットコインキャッシュ上げてきましたね。でモナコインが185円ということで、モナコインもですね、昨日は200円台まで乗る場面もありました。で現在185円ということですね。で IOST がまた大きく上げてます。2円台に上げてきました。 2.0295円ということで、14% の上げですね。 IOST はコインチェックの販売所の中では一番安い1円台で買える通貨ということで、まだ個人のね、今コインチェックすごい新しくね口座を作る人たちが殺到しているということで、なかなか時間もかかるようですけども、その中でね、販売所の中で一番安い価格の IOST ですけども、2円台ですねということですね。現在そういうふうな動きとなっております。でね、仮想通貨界隈で大きなニュースとあったのがですね、ツイッター社の CEO のドーシー氏がビットコインのフルノードの運用を開始したということですね。ツイッターの、ね、創業者でありますジャック・ドーシー氏ですけども、まあ、昔前からですね、ビットコイン推しであったことはね知られているんですけども、今度は、ね、ビットコインのフルノードを、ね、設置ということですね。じゃあそもそもフルノードというのは何かということなんですけども、ノードというのは英語で NODE と書いてノードですね。それは筋とか結び目といった意味を持ちます。で IT 用語でノートという時にはネットワークの中継点や拠点という意味を示しております。でビットコインは共有ネットワーク上のやり取りをなされ、必ずノードが必要になります。ノードになるためには特別なことは必要ないですけれども、仮想通貨のネットワークに接続しているコンピューターのことを総称してノードと言います。ただネットワークに接続して仮想通貨を利用しているだけでもノードとなります。ノードにはマイニング、ウォレット、ルーティング、フルブロックチェーンデータという4種類があります。まあ、多少ね、皆さん聞いたことある言葉はね、あると思いますけども、この4種類の全てを兼ね備えているノードがフルノードということですね。このマイニング、ウォレット、ルーティング、フルブロックチェーンデータ、これを全て揃えているのがフルノードです。単にフルブロックチェーンのデータを保有しているノードのことをフルノードということもあるということですね。それがフルノードですね。それでツイッター社のジャック・ドーシー氏ですね、ビットコインのフルノードの運用を開始したということですね。でこれまあね、どういうことかと言いますと、2月5日に、ね、ジャック・ドーシー氏ご自身の、ね、ツイッター上で、ね、ツイートしてるんですけども、コンピューターのスクリーンショットが公開、ツイッター上にコンピューターのスクリーンショットが公開されまして、ノードソフトウェアビットコインが、ね、立ち上げられており、ビットコインのブロックチェーンのチェーンの履歴をダウンロードしているというプロセスがあることが分かります。ビットコインの全ブロックチェーンの規模は現在約33
325GB と巨大なものになっているため、ダウンロードにはある程度時間がかかると予想されますということですね。完了すれば同志氏もビットコインネットワークの検証に貢献を始めることができる見込みだということですね。ジャック・ドーシー氏ですけども、ビットコインの支持で知られる著名人の一人でございます。そういう方がですね、このフルノードをね、運用をね、開始ということで、ビットコイン市場にとっては大変大きなね、追い風的なニュースでございます。またその他にもですね、記事が出ておりまして、企業資産でビットコイン保有のね、ウェビナーがIKEA の管理会社の方も、ね、出席されたということですね。財務資産としてビットコインを、ね、議論しているというね、そういうね、ウェビナーでビットコインを財務資産に取り入れることについて議論が行われました。でこのね、ここにですね、IKEA の多くの店舗を管理するね、デジタル財務責任者の方も参加されたということでですね、これからますますですね、企業でこのビットコインをですね、資産の運用としてね、行う向きが出てくるんじゃないかということでですね、ここでのね、説明の中では、2021年ビットコインは新たな基幹グレートの安全資産として台頭していくと発言しているということですね。ここでやっぱり大事なのが、ビットコインというのは投機的なものというよりも安全資産の一部というところですね。そこがすごく重要だと思います。2017年のね、このビットコインバブルの時は、個人投資家たちがすごいこう殺到したわけなんですけど、今は本当にですね、その頃とは全然足場が違う感じですよね。多くの、ね、企業、アメリカの企業などがですね、資産の一部をビットコイン、仮想通貨に投資しているとかですね、ファンドも、ね、組み入れたりしているということで、もう全然ね、個人が集中していた2017年、3年前とはもう全然状況が違ってきております。すごくね、安全資産としてね、考えられているというところですね。これだけ世界中がですね、金融緩和をやっている中で、そのね、中央集権からね、監視されない仮想通貨ビットコインはね、すごく信頼性が逆に高くなっているということですね。そういう向きが出ております。このようにですね、いろいろですね、前向きなこうね、ポジティブなニュースがガンガン出てきておりますので、ビットコインですね、本当価格がまた史上最高値をね、狙える価格、現在413万円、日本円で413万円ということですけどもね、とりあえず当面の目標でね、5万ドルですね、4万ドルを突破して、4万ドルが430万、40万ぐらいになると思うんですけどもね、日本円でですね、それから5万ドルをまた目指してね、行くんじゃないかというふうに思います。結構この動きがね、早いと思うんですよね。はい。で、もう本当上がりだしたらすごい勢いで上がりだしますので、もちろん他のあるところにも釣られると思いますので、ますますこれからね、仮想通貨界隈、デジタル通貨ですね、目が離せない状況だと思います。はい、以上本日は2021年2月の6日金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思うことはチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。